アディスアベバはエチオピアの首都である。アディスアベバとはアムハラ語で新しい花を意味する。2015年の人口は327.3万人。アフリカ有数の世界都市であり、2014年のアメリカのシンクタンクには世界都市80位の都市と評価された。アフリカ連合やアフリカ経済委員会の本部が所在し国際連合などから アフリカの政治的な首都と呼ばれている。人口増加が著しく、2025年に616万人、2050年に1321万人、2075年に2381万人、2100年の人口予測では3582万人を数える、世界20位の超巨大都市となる予測が出ている。中心街2008年エチオピアでは、 化石人類のルーシーで有名なアファールボンチが人類発祥の地の一つとされてきたが、多くの遺伝学者は、現世人類はアディス・アベバから世界に拡散したと主張している。1886年にエチオピア皇帝メネリク2世により建設された。場所は皇妃ーーのタイツベトゥルが選んだ。アディス・アベバはもともと避暑地であり、気候が良く温泉が湧いていることや、森林が多かったこと、 要害であったことなどが戦都の理由とされている。1917年、ジブチエチオピア鉄道が開通し、アディスアベバとジブチが結ばれた。1936年、イタリア軍により占領され、イタリア領東アフリカ帝国の首都となった。1941年初頭第二次世界大戦の中で、イギリス軍が侵攻した。1941年5月5日、 ハイレセラシエ一世がアディスアベバに戻り、首都再建を始めた。1962年、アフリカ統一機構がアディスアベバで設立される。2012年、アフリカ統一機構を引き継いだアフリカ連合の本部が中国の建設費全額負担で建設される。建設時点でアディスアベバで最も高い建築物であった。跡地となった旧アフリカ統一機構本部の隣の刑務所。 アレムベカ軍は、かつてのエチオピア帝国時代やイタリア領東、アフリカ帝国時代、社会主義軍事政権時代の人権弾圧の象徴だったため、建設当時はエチオピア国内で物議を醸した。本部に隣接する形で、アフリカとアラブ世界でトップクラスの大富豪であるエチオピア人のモハメド・アル・アムディによって、アディス・アベバ発の七つ星ホテルで、 アフリカ各国首脳の泊まるアフリカ連合グランドホテルも建設された。2014年9月14日、中国の援助でエチオピア発、東アフリカ発の高速道路であるアディアベイバ、アダマ高速道路が開通した。2015年4月22日、香港経由のエチオピア航空成田直行便開通によって、アフリカ大陸唯一の定期航空便就航地となっている。 2015年9月20日、中国の援助でサブサハラアフリカ発のライトレールである、アディスアベバライトレールが開通した。2016年10月5日、中国の援助でアフリカ発の国際電化鉄道として、アディスアベバジブチ鉄道が開通した。エントト山の麓、標高2400メートルに位置する。気候は、高山気候、雨季と寒季がある。 アディスアベバの平均気温と月あたりの降水量、アディスアベバの市内タクシー2015年に開通したアディスアベバライトレール外国からの交通には、1961年開港のボレ国際空港や隣国ジブチと結ぶアディスアベバジブチ鉄道がある。リデタ級空港はリデタ陸軍飛行場として小型機や軍用機が使用している。2015年にはライトレール路線である。 アディスアベバライトレールが完成したほか、市内には屋根が白、車体が青の乗り合いタクシーとミニバスが走っている。1998年に中華人民共和国の協力で完成した環状道路は市内の渋滞解消に大いに役立ち、アディアベバアダマ高速道路やアディスアベバライトレール、ボレ国際空港新ターミナルの建設など、 中国の援助による交通インフラが非常に多く、海外メディアからは中国が作った街とも経営をされている。2015年4月22日、エチオピア航空が新規受領したボーイング787型機を使用して、日本からのアフリカ大陸への唯一の定期国際便を運航開始した。メスケル広場国立博物館や民族博物館、ライオンパークやメスケル広場、 伝統都産やマルカートなどが有名。学問の中心地として、アディスアベバ大学がある。ありがとうございます。